雨のパレータのボーカル福永宏平です。エオドルのボーカル溝部亮です。パイリアスのボーカルマットンです。えー、異色の三人ですね。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> はい。今回我々はですね、6月24日に行うライブイベントドリップ東京 at wwwx で出演する3組の代表としてこのスタジオに集められております。ありがとうございます。 えー、この3人でしゃべるのは今日が初めてですねはい初めて溝く君と松トンさんは今日会うのが初めてで、はいうんょ初,初めて何、ね、か<ー> YouTube かなんかの y o u t u b e m u s i c、うん、s e s s i o n ってやつで見たことはあるってぐらいだったんですけどああそれはもうあれでしょ <laughs> スマホででしょ <laughs> あ僕らもやっててはい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  かすってたんですけど。あ、マジで。はい、マサダさんだけ喋りましたそうなんだ。あ、そう。なるほどね。僕と溝辺くんは実は昔ね公園のうん古着屋さんでなんかね飲み会みたいなのがあってそこで何年前だろうなあれね。三四年前ですね。ぐらいにあっててそこから。 でも対ンはできずなんとなくこう過ごして今回6月にねようやっと対ンできたりとかして僕マットンさんも実は高円寺で会ってるんですよねもっとメンバーの方が俺仲良かったんでだから実は3人は高円寺でねなんか縁があったりする3人なんですよね。ということでですね今回は。 この用意されたテーマに沿って我々3組がですね、はいはい、トークセッションをしていくっていうことなんですけど、うん、ここにあらかじめですね用意されたテーマがが入ってる封筒があるあんです、ね、ドキドキですすねねドドキキここからくじを引いてもらって <laughs>、はい、その番号に従ってトークをし始めますんで、はい、じゃまずはね年功序列ということで。<laughs> <laughs> <laughs> マットンさんから、聞いてみようかなと、いきます。はい。聞いてください。これね、やっぱ、この音もさした方がいいんだな。全然ない。しかも、俺、めっちゃ、中見ちゃってるしね。いきますね。はい。はい。何番ですか?。五番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 は、このふと。めっちゃ、真面目やん、これ。それぞれの作詞法、アイデアの源とは。ほ作詞法ね。マットンさんは。どういうふうな感じなんですか?。 いつもえ何で書いてますかアイフォンとか俺メモメモで書いたりとかしてたけど iPhone のメモめっちゃ使えますよね今までほんとそれでずっとやってきたけどちょっとなんか煮詰まっちゃってなるほどね今ノートになんかスケッチみたいなんで書いた方が意外と進むいいめっちゃわかるだ俺両方使ってますわそうだよねあれやっぱメモってフォルダで分かれたりするからすげえ便利だし歌詞の書け とか構成作ってるやつとかコード進行とか分けられるからすげえ便利なのと、あと紙に書くとねやっぱ思いもしないとこれ引っ張ったりしますよね。はい、僕ちょっと紙に書くと字がちょっとあんまり上手じゃないんで。いやいや自分で読めないない。いやでも殴り書きよもう本当に。なんか悪く見える。ね、自分でも読めなくなるの。<laughs> 読めるけどなんかその、うん、テンションも下がるんだ。いいこと書いてあってもあのー。<laughs> これ微妙かもって,って。あ、<laughs> なるほどね。なるほどね。<laughs> なんか音とかはね。なんかバンドマンの先輩で。はい、うん。なんか。シャワー浴びてる時に、はい。あ、ああでも、俺も結構。 多くくててシャワーをいる俺考えたんですけどやっぱ体に単純な行動をさせることによって想像力の方に脳が集中できるんじゃないかなっていうのを俺前インタビューで言ったことがあるんですよ。で対談してる時に。そしたらその対談してるバンドマンの先輩は俺もシャワー 浴びてる時にメロディーが浮かんだりするみたいなこと言っててそれはでもシャワーがノイズになってそれがメロディーに聞こえるんだって言っててうことの人でもそれって大体やっぱ録音できないから浮かんだと思ってお風呂出て携帯取って録音する時にはもう違うのになっちゃったりとかあれでも俺やる時はボイスメモ取りますねでもそういう時は。 皿洗いながら一曲のメロディー全部作ったこととかあるすげえんか俺もアーティストィッお水側だから結構お水の音お水水ではないんですお水の音が結構ね4番です4番四4番 ああです3人それぞれのルーツミュージックとはああルーツミュージックね水辺君はどういうのを聞いてきたんですか僕はか一番最初に音楽に入りは小学生の頃に結構ありがちなんですけどミスチル聞いてバンドというか音楽聞き出すようになって好きと思って憧れて高校生の頃に。 バンド始めたんですけど初めて自分のお金で買った CD って何ですかはそのミスチルの「アイラビューってアルバムがそうしててそれですねそうなんですね初めて買った CD そうですねまあルーツみたいなもんですもんね浜崎あゆみさん M」「M」「マリアってやつあれをねその地元の名前ももう覚えてないそのちっちゃい CD 屋さんって昔はいっぱい 東京にはないのかな。いや東京こそありそうじゃないです。あるか地方とかやっぱ結構いっぱいあって、そこにそのシングルを、うんはい、買い方も分かんなくてさあ、あなんか CD ってあのカシャンってのがついてるじゃん。<laughs> は,いはいはいはい。これこのまま持っていくのか。 これを自分で外すのか初めて服買う時の気持ちみたいな感じうハンガーごと持っていっていいのかみたいなハンガーから外して持っていくのかみたいなどっちでもいいけどどっちか分かんないたなないみたいな小学校だったからへえ私ですかえっと僕小6の時にあれだ プライドっていうドラマがあってそれがクイーンだったんですよ。で俺それであこれいいって思って初めて買ったのクイーンのベストバンスでだから「日本流通のジュエル」っていうアルバムなんですけどあれだからめちゃくちゃ聴いてましたね。なるほどがわかるよねみんなじゃ小小学校の時にそれは。小でしたね買ってもらった CD は「団子三兄弟じゃないですか。

ああ<ー>これね去年なんかのね<何>そのインタビューじゃないわそのコメントをくださいみたいなやつで質問にあってね、うん、めっちゃ困ったんだわ。<laughs> <ー>えっと,とねあのストロークスのジュリアン・カサブランカスが今ボーイズっていう、まあ、ソロのバンドをやってて。<ー> あの十何年ぶりぐらいにこんな痩せてるジュリアンを見たっていう <laughs> いや全然音楽的じゃない <laughs> ジュリアンがちょっと痩せてたっていう <laughs> 全然音楽的じゃなですごいほ,ほっとしたっていうか見守ってるファンとしては聞いてるしその発言の、うん、こうインタビュアーはどう反応したのあなんかねコメントとして送るやつでそうなるほど<う> でも私もそれでしたとか言ってる人いたけどね。へえ。なんかのリプライリプライかなんかでだよね。で結構衝撃的なぐらい痩せたみたいな。ちなみにそっからのでかい衝撃はまだ来てないですか？それ以上の。ないかな。いやちょっと今考えよ考えよ考えよ。最近だもんね。じゃマットンさん考えててもらって。みい。ミソくんはなんかあるんですか？僕ちょっとこれ一回なんか最近で最大の衝撃だと。 なんかこうちょっとこの Jwave の番組行っちゃったんですけど、あの大森聖子さんいるじゃないですかの曲を聞いて最近あんまりこうちゃんと聞いたことなかったんですけど、あの聞いてこれは天才やと思ってそれは衝撃きました。その日本語のこう可能性を感じました。なるほどね。あの世界観もすごいしね。はいはい。 全体楽しかったですね結構盛り上がりましたっていうか意外とねやっぱそのんかバンドマンってイベント後の打ち上げでやっぱ話してちょっと距離縮まってみたいなだからなんかねいつも順番逆だなって思ってたんですよね距離縮まってからイベントやるわけでゃてイベントやって距離縮まってじゃあまたイベントできるのかっていうのが本当にいっぱいあるんで今日ねこういうのがあって我々の距離が縮まって。 はい、6月24日の、ねね、イベント、なんかいいグループ出せんじゃないかなと僕は思っておりますんでね、でねはい、ちょっと楽しみだなと思っております。どうでした水戸さんいや、もう楽しかったですあの、うんね、結構、やっぱこう僕にとって2人ともがあの年上で先輩なんで、ちょっとビビってたんですけど、<laughs> ビ,ビ,ってビビってたんですけど、優しい勝ったんで、かったあの楽しくやれてよかったっ <laughs> ななんんかはんなりしてるよね水戸君は僕ですか。か <laughs>、うん かかこうう年下感出すすのまいマジっ結構何かこう最初に1枚目出した時とかもう二十歳とかだったんでどういうところ行っても大体年上の人しかいなくて最近やっとこう同世代ぐらいの人が増えてきてそれでかもしれないこれは624が楽しみだぜ ボーカル同士でね話すことあんまりないもんね意外とね。うでさんどしいやだからそういう意味ですごいなんか面白かったなんかこういうね今日みたいなお題もだってねたとえさこの3人いたからって作詞とかどうしてるか確かに確かに繰り出さないそそううそうそう。意外と音楽的なことってバンドマン同士話せないですからね確かに。 うん、曲聞けやっていう,気持ち <laughs> うなったらどうしようとか思う、ね、意外とねん<笑><笑>、えー、そんな私たちですね「はいえー、雨のパレード」と「踊る」と「アイリアズ」の3バンドでライブしますんでね「はい、ドリップ東京」「アットマーク」「WWWX」ですね、はいえー、6月24日に開催しますからね、はい、ぜひ興味持った人たちは。うん 遊びに来てくれたらいいなと思っております、うん、こんな人たちですけどちゃんといい音楽そうやってますからね, <laughs> ねはい。<laughs> そう。うん、あ、こんな音楽やってんだみたいな人たちかもしんないんで、うん、よかったら聞いてみてくださいよろしくお願いします、うん、それでは今日はありがとうございましたバイバーイバイバーイありがとうございましたありがとうございました <music>